はい、どうも哲学とです。今回も初代ディアブロ実況やっていきたいと思います。今回はですね、地下9階の続きからやっていこうかなと思います。で、結構ねちょっと実況を撮ってて気づいたんですけど、このゲームとにかくね、死んじゃうと、なんていうのかな、前のセーブまで戻っちゃうというね、まあなんていうか、ちょっとこう、まあこういうモードがあるんで、まあディアブロ2だとこう死ぬとね、街で復活するっていうことができるようになってるんですけど、なんていうのかな、まあこう死んだら終わりっていう世界観を表現したいっていうのもあって、なんていうかハードコアモードが実装されたっていう経緯があるんで、まあ、この頃はなんていうか、まあ、そもそも死んだら終わりのハードコアだったみたいなね、とこも味わえていいのかなっていう感じですね。前回、そうですね、6階が終わったのか。はい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 。地下7階ですね、次。やっていきましょうかね。なのでね、ちょっとね、ちょくちょくセーブ取って、なんていうのかな。動画的には1本続いてるような感じにしてるけど、まあ、実際はちょくちょくセーブ取りながらやっていくようなスタイルに、ちょっと実況のスタイル変えていこうかなと思ってて。じゃないとね、多分動画の尺的にも超長い感じになっちゃうから。そういうスタイルでやっていこうかな。よし、リング。なんでね、ちょくちょくもしかするとこうキャラクターの位置が飛んでるような感じになるかもしれないですけど、あの動画カットしたんだなって思ってください。もし飛んでたら。そうだね、とりあえずこの部屋は OK。 こう落ちたアイテムが強調表示されるみたいなのがないからな、ちょっとあれなんですよね。だいぶね、防御力はバールを拾ったおかげで強くなったんだけどね。ヒーリングポーションぐらい拾ってきますか。この辺の階はね、この透明化するやつ出てくるんで、ちょっと注意して進むって感じかな。あ、やべ、これ多分エリートだな。ここに砲台ができてんだよな。怖え。こう扉ここさついてても意味ないんだよねこっち側開いてるから。なんでこう自動生成のこういうとこも楽しいとこではあるんですけど、怖い要素でもあるって感じですね。やばやば、そうなんですよね、こういう感じで。
盲目の人ありましたね。何時に見えるものが私に見える。視界が濁り瞳は腐る。何時が振り向けば彼らは神秘の歌をささやきながら消えるだろう。そして何時は見えぬはずのものを目にする。光あるべきところに影、闇の外には狂気の世界。盲目の広間にて悲嘆に暮れよ。はい、盲目の広間のねイベントが起きましたね。このゲームね、ランダムで多分1つの回に2つぐらいのクエストが用意されてること結構多いので、それをクリアしていくって感じですね。ちょっと一回街に戻っていろいろ売ってこようかなと思います。はい、はい、盲目の広場のねイベント発生したんで、多分ねこれ結構ね、こここう弓部隊ね数が多いととにかくね一気に削られたりするんで、気をつけてやっていこうかな。ヤギの祭壇出たな。ヤギの祭壇の効果はですね、祭壇ね、とにかくねデメリットがあるやつもあるんで気をつけなきゃいけないんですけど、ヤギの祭壇は絶対ダメですね。ランダムで祭壇の効果が現れる。何が来るかわからないんで絶対触れない方がいいですね。そう能力値が下がったりとかそういうのもあるんだけど、ものによってはね魔法のレベル上げてくれたりとか超いいのもあるんで、まあ、そういうの弾けたらねご紹介できたらいいかなと思いますが、こうレトロなゲームやっぱりたまにやるといいですね。でもなんか昔の RPG ってこれぐらいの難易度だった気もするんだよね。 FF とかもさ結構ギリギリで倒すようなやつとかも多かったし、はいはい、ライトニングマークで、ローグもね、ある程度は魔法使えるんで、魔法も少しずつ覚えていきたいところではあるんですけど、今ちょっと能力値あまり高くないんでね。こういう風になると危ないんで。閉じられない扉になっちゃうんでね。これが結構ね、怖いんですよね。逃げ場がなくなるっていうのかな、あったりするんで。お、折り口があるな。最悪緊急避難的に下の階に逃げるっていう方法もあるかな。この地形だったら下の方に潰していくか。これは隠遁の祭壇。隠遁の祭壇はですね、効果の方が、全部の地図が表示されるやつですね。それやられるとね、敵がいたとき気づけなくなるから、ちょっと嫌なんだよな。こんな感じでね、透明化してる敵いるんで、ちょっと怖いとこだよね。なんでね、敵少ないと思って行ったら実は囲まれてたみたいなことが起きるんでね、狭いところの前で待ち構えて倒すと。
こっぽいね、イベント。ガーゴイルもね、一撃の攻撃力強いんで、透明のやつ来たな。気をつけたこの中だと思うんだけど、そう、こいつもね、このね、小部屋開けると多分中いるんで、とりあえずザッコを削りますか。結構数いる、これもしかして。あ、オプテミックアメリカですね。確かね、これがイベント用のアイテムだったと思う。こっち側も開けて。安定の巻物がないんですよね。すごいカオスな物詰めになってるわ。リジュビネーションポーションあるな。はい、どうしようかな。このゲームやっぱりライフがね結構必須なんで取っとこうか。はい、これで多分ね盲目の魔のイベントは終わりかな。じゃあちょっと残りのマップの方もね、しっかりやっていきましょう。強っ。
なんか今落ちたよね。拾ったのかな、ちゃんと。あ、拾えてますね。スタッフ系結構高く売れるから取っときたいかな。こういう時はちょっと怖いから、ここで。ガーゴイルが砕ける音がいい。ポク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 みたいな。危ない。これは奇妙な祭壇。奇妙な祭壇の効果は？なんか昔はこういうのさ全部覚えてた気がするけど、はい、ダンジョン内の宝箱の中身が復活するというアイテムでございますね。どうしようか、触っとく。いや、これ全部埋めて全部開けた後やった方がいいよね。なんでその回だけだったかな。なんかね、確か結構いい効果だと思う。奇妙な祭壇は触ってもいい感じの祭壇かなって感じですね。よし、あらかたやったか。そう、結構ね、結局なんかレベル上げも大事なんだけど、レベル上げ以上にこういうね、いい祭壇、プラスの効果をくれる祭壇をたくさん触るっていうのもね、このゲームの強化要素なんで。うんうん、奇妙な祭壇ね。あ、奇妙な祭壇ってさ、むちゃくちゃ強いんじゃない、これ。装備してる武器の、攻撃力の最高値が1上がるってやつだもんね。ここで触るべきか迷うね。7回ね。ちょっとこれ後々強いやつが出る可能性あるんで、レベル7の祭壇取っとこうかな。まだね使える可能性あるんで、取っとこうかな。これね、そうそうそう、奇跡じゃなくて奇妙なんで結構いいやつですね。全武器の攻撃力が1上がるんで、まあインベントリーに入ってる武器もね上がるんで良いと思います。こんなところかな。7階はこんなところでしょうかね。このゲーム確かにシングルプレイを、まあプレステ版ってシングルプレイしかないですけど、あ、シングルとあとコントローラーしかないですけど、マルチプレイっていうのがまあ昔から実装されてて、マルチプレイだとこういうね、ダンジョン要素はないんだけど、こういうとこ入った方がいいな、これ。ダンジョンイベントないんだけど、友達とねできたりして結構良かったんですよね。これイベントは多分シングル専用だった気がする。よし、この階は大体片付いた。
そうですね、7階はこれでできたんで、じゃあちょっと続けて8階の方も、攻略しようかなと思います。はい、1回町に戻ってね、いろいろ鑑定したりとかしてきたんですけど、なんとですね、さっきのやつアミュレット結構良かったですね。これオプティックアミュレットユニークアイテムで、視界プラス20と、対電撃がプラス20つくんで、まあ、このゲームやっぱりね、耐性が結構大事なんで、耐性プラス20は結構ありがたいかな。あと敵から受けるダメージもマイナス1で、マジックはプラス5なんで、マジックはね、ちょっとね、今のところ振る余裕がないんだけど、まあ、ゆくゆくは振っていってね、一通りの魔法は覚えたいかなと思ってます。そうですね、じゃあ行きましょうかね。いやー、奇妙な祭壇がね、この時点で1個引けたのは嬉しいよなって感じですね。そう、まあ、最終決戦前にここに武器の強化しに来ようかなって感じですね。はい、さあ、まあ次のレベルも気を抜かずに行きたいところかなって感じですね。そう、気を抜いた時は結構死にやすいんでね。いやちょっとね、初代ディアブロ自体の難易度って意外と高かったなっていうのと、こうやってね、これもね、放題化してる時あるんで、この間みたいにならないように気をつけていこう。少しずつだったらね、相手にできるんだけど、死んだ後のね、あれとかも3の攻撃とかも痛いんで、ちょっとずついきましょう。放題化してるとね、新しいの出てきましたね。マグマ、さっきね、結構いい音したと思うんですけど、これリングメール、ただ多分ね、お、防御力19か。だんだん見た目もね、変わってくってね、いいと思うんですよね。で、さっきのアミュレットの効果で少し読めるようになってるんで、覚えられる魔法も覚えていきましょう。よいしょ、ゲロ犬の群れができてると嫌だな。エリートがね、1匹でもいると放題化して結構厄介になったりするんでね、慎重に行きましょう。部屋あるときはね、開ける前にこの周りをね、結構きれいにしてから、掃除をしてから開けるって結構大事ですね。で、最悪あそこ閉じたいんで、ちょっとずつこうおびき寄せて、だいぶ戦闘の皮を思い出しましたけどね。そうそう、エリートゲロイヌさえ出なければね、大丈夫っていうか、なんかゲロイヌっていう言い方もさ、中学時代によく言ってたけど、まあ、ゲロ犬だよな。確かに。なんて呼んだらいいんだろうね。ワンチャン放題。ちょっとお上品な言い方考えたいですけどね。海外とかだとなんて呼んでんだろうね。ああいう。ゲロ犬放題じゃない。
What's up? とか言ってる動画を見たことあるよ。ほんと What's up? だよな。バグかと思いますもん、最初、初見。あー、これやばいな。ちょっと数が多すぎたな。結構いたよね、さっきね。こういう閉じられないドアになっちゃうんですよね。気をつけないと。今のはちょっとさっきと立ち回りが少し下手だったな。はい。お、すげえ。ここにも奇妙な祭壇あるよ。すごいな。8階にも奇妙な祭壇あった。やべ、この引きはやばいですね。これは後で攻撃力、弓は特に火力不足になっていくんで、いい弓が引けたら、まあこの周回で一番いい弓が引けたらそれを強化しましょうかね。こういう風にね、勢いに乗ってる時ほどね、死にやすかったりするんでね。まあちょっと立ち回りには気をつけつついきますかね。これは上の階のやつだよね。奇妙な祭壇ってあんなに出るんだ。なんか1回の周回で1つ2つ見かけたらいいぐらいなんで、まさか連続した回にあると思わなかったな。ありがたいですね。今回はね、実は1回もね、取り直しなくやってここまで来れてるんだけど、まあ満身危ないからね。勢いに乗ってるときは意外と死ぬ気だったりするから。いやでもこれぐらいのバランスいいね。なんか気を抜くと死ぬみたいなさ。そう、ランダムマップ生成なんで、こういうねむっちゃ長い通路が生まれたりとか、あるんですよね。でちょっとでも敵の群れが来たらもうあんまり深追いしない。こうやって群れが大規模になるとやられちゃうんでね。この実況シリーズも最初の頃はね、むっちゃ鬼畜だーと思いながらやってたんで、やっと勢いが乗ってきたかな。これクリアできないんちゃうって思いましたね。まあ本当はね、多分そんなにバンバンこうストーリー進めるんじゃなくて、何度も周回しながらね、少しずついいアイテム揃えて、ちょっとずつちょっとずつ下の階目指すっていう感じのゲームだと思うんですよね、多分。そう、お金はね結構手に入るようになるんで、
やばい。こういうやつは出てくるんで、気をつけ気をつけ。まだね、このゲームの段階だと、ディアブロ2、3とかだとね、ジェムとか、そういう概念出てくると思うんですけど、そういうソケットアイテムはまだなかったかな。そう。結構ここ、あれだね、このマップ、でかく、遠くまであるね。うわ、やだな、ここ。これでね、バイタリティカンストなんですよね。で、次はね、ローグなんで、とにかくね、弓を、強い弓がね、出た時に装備できるように、ステータスを上げていくんですけど、結構、これね、ベースのアイテムのね、装備値っていうのがちゃんと決まってるんで、そこら辺をちゃんと見ていく感じかな。そう、弓もね、ステア上げるとね、ダメージ上がるんでいいんですけど、まあ、デックスの要求値は高いのもあるんでね、どうしようかなって感じですけどね。どうしようかな。ちょっと最近、ステア全然上げてないんでね、これ辺上げてっか。30までステアも上げた方がいい。あと、デックスもね、上げてないと、下の方の敵に、ダメージが当たんなくなるんでね、そこら辺も当てていこうか。よし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 。数が少なきゃいいんだけどね。フラッシュ、そう、マジックをこの途中でね、拾えることも考えると、呪文の方も一応ね、もらっといた方がいいんだよね。あ、タウンポータル、そう、閉じられない扉になってるんで。あ、やばい、拾いの放題。忘れた頃に放題ができてたりするから、いや、前の回では結構苦戦したけど、なんとかなりそうだね。少しずついけば。
数が多いととにかくやられたりするんでね、砲台怖いんだよな。大丈夫か。いやー今回は第二砲台が、いやいやー怖いね。ヘルムがあるか。いやーこの今回のマップなんか不思議な形してるね。そうですね、割とこれマップの序盤に階段が固まってたパターンですね。まあレベルが上がってきたらね、あの階段あったらどんどん降りていっちゃうっていう立ち回りでもねいいんですけど、まあ初回プレイなんでね、今回はちゃんとレベル上げながらやっていくって感じかな。こっちですね多分ね。一応ポーションも入れとこうかな。そしたらこの上のところですよね。まあ最後なんで気を抜かないように。出てきたら倒そうかな、こっち側に。少しずつ少しずつ焦らずに。おそらくこっちに下り海岸弾があるタイプだと思う。砲台ができてるとね結構怖いんで。お三大邪悪の物語、ちょっと待ってくださいね。ストーンカース結構強くて、ストーンカースってあの敵をね石化させてくれるんですけど、トラップの解除できなかったのかな。三大邪悪の、物語。三兄弟のリーダーにして恐怖の帝王ディアブロに栄光あれ。我が王は遥か昔にこの世に追放された兄弟メフィストとバールの話をしてくださった。今は気が熟するのを待ち、恐るべき力を身につけ、囚われて東方の砂漠に葬られた兄弟たちを救い出すことを願っている。兄弟を解放した暁には罪深き戦いに再び三兄弟の怒りが吹き荒れるだろう。なんかそうなんですよね。3じゃないわ、ディアブロ1をね最初やった時はなんか、え、ディアブロ以外にも悪魔の兄弟がいるんだ、これ続編あるんじゃないかなみたいなことをねこう妄想しながらこうディアブロ1をやってた時期があったんですけど、まあねそれもあってなんていうのかな、ディアブロ2が発売した時っていうのは本当にね、感動して、まあ、夜も眠れない日々が始まってたっていうね、すごい懐かしい思い出ありますけど、まさかねその10代の頃にハマったディアブロね、まあ、YouTube なる動画サイトで、まあ、投稿する日が来るとは思わなくて、でまあ、非常にこの初代シリーズ私も感慨深く、プレイさせてもらってるんです。
けども、ぜひねこれ一応ノーマルクリアまでね頑張りたいと思いますので、ぜひね、応援していただけたら嬉しいです。ディアブロのね、攻略動画とかね、まあ、1の攻略動画って今から見る方いらっしゃるか分かんないけど、そういうのもゆくゆくはね投稿していけたらいいかなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。